東急プラザ・蒲田店屋上、プラザランド・プラザランドは、株式会社ナムコによる、ショッピングセンター向け特化型開発を行った、遊戯施設で、過去に東急プラザ・蒲田の屋上で営業を続けたが、施設の再リニューアルのため2014年3月2日で、一旦営業を終了した。1988年から1992年に、かけて株式会社ナムコにより企画、開発、 事業化を着手したショッピングセンター向け特化型開発遊戯施設に由来するアミューズメント事業形態の一つで第1号店は1989年10月5日に埼玉県入間市丸広百貨店屋上をリニューアルオープンした際のナムコランドで第2号店は1989年10月27日にリニューアルオープンをした東急プラザかまた店屋上の プラザランドだった。なお、プラザランドの総工費は2億円で、月賞1000万円を目標としていた。ナムコが SC 特化型開発遊戯施設を事業化した背景は、当時の時代変化とともに、日本経済の上向き成長があったことと、ショッピングセンターをはじめとした大型店、小型店の出店ラッシュに加えて同社が持つノウハウを、エンターテイメント性と、 コミュニケーションを主軸とした形態で、事業展開化しやすかった背景があった。1989年10月8日の東急プラザ、鎌田店の全館リニューアルオープンに合わせて、屋上遊戯施設を全面的に設備改修を行い、2310平方メートルの敷地内を用意、子供と家族連れに親しまれる牧歌的な植物の雰囲気と、 アーバンパーク風の特徴を取り入れた施設でオープンした。リニューアルオープン当初の営業時間は10時 -22-00、1999年から10時 -18-00 の営業時間となった。オープンと同時に、うさぎのピピ、うさぎのポポ、狼オオのグルフトシ、ネズミのチューフトシの4体のオリジナルキャラクターが誕生し、屋上内でのミニイベントやミニショー、 キャラクターグリーティングや握手会、写真撮影会などの様々なイベントで2013年まで活躍を続けた月刊アミューズメント産業第214号ありがとうございます。